兄ちゃん、何か役をやるの？もしかして、京ちゃんも、みどり先輩も？みんなでお芝居なんて素敵だよ。時がその件、求めよ、まだやり。負けよ、でいけ。時が満ちる。大勝の時がもうすぐ、もうすぐ。ちょっと、ユウ？本当に大丈夫なの？やっぱり無理がかかってるんでしょ？体調悪い時くらいバイト減らさないと。できそう？あっちゃユウ、無視しときなさいってば。
邪魔だ。おい、よせ、ユート。触るな。何やってんだよ。だから触るなって言ったろ。野蛮なことをするのは勝手だけど、かっこ悪いな、ユート。ずいぶんえげつない真似をするじゃないか、秋月。仕方ないだろ。先に手を出してきたのはそっちなんだからな。だからといって携帯握って腹殴るなんて感心しないな。下手すりゃ命に関わるぞ。よく見てたな。でも仕方なかったって言ってるだろ。正当防衛だよ。僕を妬む者も多いし、それなりの準備はしてる。簡単な格闘技の練習をしてみたり、多少の重りを仕込んでみるとかさ。おや、大丈夫かい、ユウト。だいぶ顔色が悪いようだよ。よしなってば、ユウ。やめろ、ユウト。ったく、秋月もユウトもその辺にしておけ。学校で殺し合いでもしたいのか？そうだよ。あんたもユウも顔合わせるといっつもこうなんだから。相変わらず弱い奴らは濡れる。そうだ、僕の言いたいことを言ってやるよ、ユウト。香織はお前といたら絶対に幸せになれない。どこかにいなくなる方が彼女のためだ。香織のことがなければ貴様に話すことなんてない。いいか、香織の面倒は僕が見る。絶対にその方がいいに決まってるんだ。話は終わりだ。僕としたことがとんだ時間の無駄遣いをしたな。あまり手間を取らせないでくれよ。香織さえ解放するなら、どこで誰と群れていようが見逃してやるからさ。ははは。相変わらずだな、お前らも。これじゃ香織ちゃんに心配かけるわけよね。全然できてないじゃない。
だいたいユウが不器用なのよ。セリフカミカミじゃない。主役絶対に似合いますよ。小鳥的に言ってもベストとしか言いようのない配役です。太鼓判です。もうペタペタ押しちゃいますよ。スーパーで割引してもらえるくらい大量に。最近はみんなが期待してんだからしっかりやりなさいよ。そうだぞ、ユウト。お前いつもバイトで忙しそうだからな。たまにはお祭りに参加してほしいんだよ、みんなは。ユウ、ちゃんと香織ちゃんには報告した？ああ、そんなことだろうと思った。いいじゃないですか。何が恥ずかしいんです？いい？あんたはいつも香織ちゃんにダメ兄貴であることを見せまくってるのよ。それに朝から晩まで迷惑かけてばっかりじゃない。ご飯作らせて、お風呂沸かさせて、掃除させて。だから私が挽回のチャンスをあげたんじゃない。バシッとズバーッと決めて男っぷりを見せたらどうよ。どういう意味よ。おい、京子、熱でもあるのか？神社寄ってくよ。本読みの続き。ユウの神々を直さないとね。ちっとは特訓しないと追いつかないでしょう。それじゃ私は帰りますね。美咲先輩、ユウト先輩を情け容赦なく鍛えてあげてください。オッケー、任せてってば。じゃあユウト先輩、みどり先輩、美咲先輩、失礼します。おう、バイバイ小鳥。
兄ちゃんどうしたの？なんか発表することがあるって。まあまあ、ユウは言いにくいようだから私から説明しようじゃない？あ、そうだ、お姉ちゃん。その前に、あのお姉ちゃんとお友達になったんだよ。こんにちは、ユウトさん。私がお相手してもらっていたんですよ。おい、ユート、紹介しろっての。いつの間にこんな美人と。ねえ、ユウ、この人、誰？ユートさん、お聞きしたいことがあります。時間がありません。今から私が言うことをよく聞いてください。この剣を見てください。お兄ちゃん。ちょっと、ユウに何の用なのよ。思い出してください。心の中に眠る剣の存在を。お兄ちゃん。代償を果たす時が来た。我を持ち、我の求めに応えよ。無償の奇跡は存在しない。あるの代償を果たす契約のみ。ユウ、大丈夫？あんた、ユウに何したのよ。お兄ちゃん、おい、ユト、しっかりしろ。おい、ユトさん、自分を信じてください。それがユトさんの力となります。門が来ます。
しい。何この光、これは何の光だ。京子、自分を信じて。我は力、我は汝の願いを、汝の求めを叶える力を持つ者。我と契約を結べば願いを叶えよう。契約は魂に刻まれる。この記憶は消える。汝の願いを叶えるか。汝の求めを叶えるならば、当下の代償を求める。願いの深さだけ我の求めを叶えなくてはならない。契約は結ばれた。願いを叶えよう。心せよ。我と汝の契約が結ばれたこと。
must irritate.